ちょっとここで一息、シュクレペールさんのスイーツを食べてほっこりしたいと思います。シュクレペールさんはお店のプリンが雑誌の手土産特集で東京1位のプリンに選ばれたことがあります。このお店は玉電絹田線の廃線後にできた花水木通りに面していましたが、2021年1月からカフェとして移転して再オープンしています。ちなみに花水木通りもお散歩におすすめです。絹田線の中高知駅跡の石碑もあり名所となっています。